ケオチャンネルだ。おい、今の現在プロレス界に物申したいことがあるんだよ。これ見てみろ。フワちゃんが 10.23 立川でプロレスデビュー。おいフワ、プロレスなめんじゃねえぞ。またこうやってね、ポットでの芸能人がプロレス出て見たら、なんかもうこの4ヶ月ある番組の企画でスターズ指導のもとめちゃくちゃ真面目に練習した。この4ヶ月、お前プロレスはそんな甘いもんじゃねえぞ、怪我するぞ。いやー、なんかもうプロレスなめられてる感じがしてすごい嫌なんだよね。どうせね、4ヶ月めちゃくちゃ真面目にやってきたって言うけどね、プロレスのリングに上がってもらいたくねえな。俺たちはもうほんと死の思いでデビューまでこぎつけて、今はもう戦ってるんだから、命がけでやってんだからね。そんな片手間でテレビの企画で出るだけでしょこれ、うん、本気だったらいいけどね、どうか分かんないじゃん。だからもう怪我する前にやめとけって俺は思ってるけどね。そのニュースで、YouTube で、有田哲平のプロレス話「お前有田だろ」の中で、プロレスマニアの有田さんが、フワちゃんから直接話を聞いてると、めちゃくちゃ練習してると。ああ、いや俺もそれ見たよ。有田の YouTube の番組でしょ、もう見た。でなんかもうあざがいっぱいできて痛い痛い言ってるけど、いやそうなの、フワちゃんのこと褒めてたじゃないですか。ああ、そうそう、本当にやってるからなんか期待できるって褒めてましたよね。でもそれフワちゃんから聞いただけの話だと思ってね、俺拳王ネットワークというプロレス界にこういろんなネットワーク持ってるんだけど、それで調べたの。そしたらなんとフワちゃんめちゃくちゃ練習してるらしいぞ。いやそう絶対嘘だろうなと思って調べたの、いろんなネットワークを使って。そしたらやっぱフワちゃんって忙しいじゃん、仕事で。だからもう1時間しか空き時間がないんだけど、その1時間の空き時間でちょっと練習見てもらえませんかって普通に道場来て練習してらっしゃる。その忙しい合間を、スケジュールの合間を縫って、普通の練習生以上に練習してるって言ってたからね。プロレスだけやってる練習生以上に練習してるっていうんだから、このめちゃくちゃ真面目に練習したっていうのは嘘じゃないの。有田がフワちゃんから聞いて言ってたことは嘘じゃないの。俺それ聞いて、なめんじゃねえぞ、プロレスなめんじゃねえぞっていう意見、もう大逆転した。え？あ？どうなってるんですか？いや、フワちゃん 10.23 立川デビュー頑張れって、もうやっぱりね、真剣に取り組む人はいいの。なめてないじゃん本当に。やっぱフワちゃんもね、怪我するからねやめとけって思ったんだけど、そんだけ練習して受け身とかね、もうちゃんと練習してるらしいので、だってやっぱりね、このぐらいのねこう芸能界でもトップ入賞ってやっぱ自分の見せ方は分かってるじゃん。だからこうリングに立ってプロレスの練習もして見せ方も分かってる人がどういうこう自分を表現するのか、逆に楽しみになってきたもん。それにこうフワちゃんのキャラクターが合わせてね、こうプロレスラーとしてデビューした時のこう完成度、そういうのちょっとすごい楽しみだね、見たいみたいよね、一レスラーとして。だからフワちゃん頑張れ。ちなみにケンさん、お前有田だろうの話なんですけど、なんかプロレスクイズっていうのやってて、今後のリーダーは誰っていう問題が出てたんですよ。で、福田さんが答えられなくて「力王」って書いてたんですよ。もちろん見たよ。あ、見た。王はでも合ってんだよね。そう力王だったらさ、昔ノアにいた力王選手のね、元選手のあの王書くんだったらまあ分かるじゃん、本当にいたレスラーだから。じゃ俺の王だもんね、あの力王の王は。なんで力王だったのかなと思って、あんまりね面白くもないけどね、あんまり滑ってもないから一番ダメな方だよあれ。いや本当にもっとかけ離れてね、面白くないやつだったらちょっと突っ込めるしね、面白すぎる意見でもね突っ込めるじゃん。もう中途半端すぎて僕もこうキョドンとしちゃったよ。力よ、どういうことかなって言って、ああまあいいや、おいてめえらクソ野郎ども、これからはなおいフワちゃんのデビューを待ち遠しい剣を俺についてこい。剣豪じゃんけんじゃんけん、はい。